田中剛は東京都出身の騎手、調教師。JRA、美穂トレーニングセンター所属。娘はフリーアナウンサーの田中あゆみ。少年時代はプロボクサーであったジップ、田中敏郎の影響でボクシングクラブに所属していたという。中学生の頃、浦川町の辻牧場で数ヶ月間騎手になるための修行をした。1979年。 騎手免許取得。所属は、塚崎義信旧社。JRA 初騎乗は3月3日、アローキングダムに騎乗し発着だった。5月13日、勝馬太郎で勝利し、JRA 初勝利を挙げる。1988年、JRA 通算100勝を達成する。1991年、優秀障害騎手賞を初受賞。1995年、 JRA 賞最多勝利障害機種初受賞となる。日本人機種として初めてグランドナショナルに起場。1998年横山富夫以来史上二人目の平地百勝、障害百勝を達成した。またフランスに遠征し、レースに起場した。2009年5月に怪我から復帰する際の精密検査で変形性軽椎症と診断された。主治医は 生命の危険があると指摘し、本人は障害免許を返上し、平地競争の起場に専念することも考えたが、年齢を考慮し、7月30日に現役引退を発表した。10月31日をもって引退、東京競馬場第4競争障害未勝利の後、引退式が行われた。塚崎高級車の調教助手に転身した後、 2010年の新規調教師試験に合格、同年3月1日より技術調教師となった。その後、同年10月20日付で中野あたり一が優待するのに伴い、10月21日に旧社を開業した。2011年6月11日、東京ジャンプステークスをマジェスティバイオが優勝、調教師として重賞発制覇。 同年の中山大障害にも優勝し、JGI 初制覇。2012年1月5日の中山金牌をフェデラリストで平地重賞初制覇を果たした。地震機種時代に平地グレードレースを制覇できなかったため、これが機種、長教師時代を通じての平地グレードレース初制覇となった。2012年4月14日、前年の中山大障害に続いて、マジェスティバイオが 中山グランドジャンプを制し、秋春連続での JGI 制覇となった。同年の朝日杯フューチュリティステークスをロゴタイプで制し、調教師として HGI 初制覇。2013年4月13日、札ツ賞をロゴタイプで制し、調教師としてクラシック、八大競争初制覇。ありがとうございます。